まずはじめに GFP 事務局を務めておりますアクセンチュア小栗より、本日の開催の概要について説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、皆様おはようございます。事務局のアクセンチュア小栗でございます。今回輸出塾第2期の第2回ということで、早朝からご参加いただきありがとうございます。また YouTube 見ていただいている方もありがとうございます。今回はマーケティング輸出の商品を海外に売っていくために、どういうターゲットにどういう方向で売り込んでいけばいいかというところを、全体セミナーや午後のワークを通じてぜひ考えていただけるセミナーにできればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、マーケティング講座ということで、前回の輸出ビジョン第1回目で、輸出全体の流れでしたり、何を対応しなければいけないのかということを踏まえて、各社様それぞれの現状の分析でしたり、どういう方向性で輸出をやっていくのかというビジョンを固めていただいたかと思います。本日は商社の久世様でしたり、平松食品様、愛知県から輸出にこう地域で取り組まれている方でしたり、ただ現地の消費者、海外の目線を持った消費者の方への直接のヒアリングの機会等もこのセミナーで設けておりますので、そういったところを通じた上で、午後のワークでは、その各皆様の商品はどの国のどういう消費者、具体的なターゲット像に届けていくのか、どういう層にどういう要素を訴求していくのか、さらにこうブランドストーリー、どういう体験価値といいますか、商品を通じた価値、ブランディングを構築していくのかというところを検討していければというふうに思っております。はい、ということで、今回のワークに関しては、ターゲット消費者、どういう消費者、最終的に口に入るものだと思いますので、消費者の方をターゲットにして商品開発等をしていけばいいのか、またその消費者に対してそのニーズや、どういう消費シーン、かつそれを食べることによってどういう価値を得られるのかというストーリー、体験価値を検討いただくというところを考えているところでございます。はい、ということで、今日ぜひセミナーとしては、現地消費者の方、日本語が皆さんできる方ですので、参加いただいてますので、ぜひ特にコロナで今海外に皆様行くことができない中で、最新の現地の状況が今どうなっていて、そもそも海外の消費者の方が日本産品でしたり、食に関してどういう指向性を持っているのかっていうところを聞いていただければというふうに思っております。そういったところを踏まえて、じゃあ、自社の商品ですと、どういう消費者に向けて売っていくのか、またどういうストーリーを構築すれば、その方に刺さるメッセージを伝えていくことができるのかというところを検討いただきたいというふうに思っております。ということで、弊社、少し中身に簡単に入らせていただきますが、よくこの食品に限らず、弊社のフレームワークで最近よく申しているのが、先進国の方を中心に、もともとはその機能価値といいますか、純粋に物自体の良さをしっかり伝えていって、かつわがまま化といいますか、いろんなものから選んでもらう、e コマースとか特にそうだと思うんですけど、という中で、より最近のこの特に先進国に関しては、物自体のなかなか差別化っていうのが難しい中で、そこ自体には無関心になっている消費者もいるんじゃないかということで、その物自体に全く買うことがなくなったわけではもちろんなくて、その商品を通じてどういう体験を得られるのか、どういうその感動、共感を得られるのか、自分に対してどういうこの価値があるのかというところの体験価値というものを重視するようになっているんじゃないかというふうに考えております。という中で、ぜひこの、物自体の分かりやすい良さ、食品でいうとその甘さとか、形の良さとか、そういうものももちろん大事なんですが、それ以上に体験価値、そういったこの商品を通じて、どういうこの感動とか共感を呼んでいけるのかというところを考えていく輸出が重要ではないかと。特に他国産との差別化っていう意味でも、どうしても日本産品価格は少し高くなりますので、そういった付加価値をつけていくことが輸出においても必要なんじゃないかというふうに思っております。という中で、プロダクトアウトというのがもともとある中で、農水省の戦略上も、マーケットインでの顧客視点での輸出を進めていく、5兆円を目指すという方向性が示されております。もちろん、そのマーケットインが大前提ということで、少しその要素を加えるなら、ストーリーアウトということで、その物自体の価値をどんどん押し出すというよりは、その顧客体験、どういうストーリーでこの食べ物、皆様の商品を売って価値を伝えていくことができるのかという、このストーリー作りというものをすごく大事に、丁寧に育てられている、その生産のプロセスでしたり、大切に作っている商品、生産者の方の思い等も含めた、
そういうストーリーを伝えていくということが大事ではないかというふうに考えてございます。ということで、いろんなストーリーの組み方っていうのはあるというふうに思っています。生産者の方の思いでしたり、そういったところに共感いただく方、場合もあるでしょうし、産地の魅力、産地と紐づけた商品の魅力を伝えていくというところもありますし、もちろん商品そのものの、その開発のストーリーですとか、経緯等も含めて共感いただくパターン、また企業そのもののこうブランディングに共感いただくパターン、またはその利用シーン、消費シーンでどういう価値を伝えていくか、それを食べることによってどういう価値が得られるのか、まあ、朝のこうちょっと贅沢なひとときをもたらすことができる等々の、また利用シーン、消費シーンでの共感を得るといういろんなパターンがあると思いますので、ぜひ皆様の商品それぞれ考えていただくきっかけにしていただければというふうに思っております。ということで、ブランドストーリーの一例として、最近私が、あくまで弊社案ではあるんですが、果物の輸出を少し、ご支援させていただいたときに、日本産の果物の、共通でのブランドストーリー、強みって何だろうというところで、よく、この上のところにコアコンセプトとして書かせていただきましたが、やはりこの日本の自然、四季がある日本の自然と調和した多様で季節性のある、旬の果物が、季節季節に応じて、豊かに食べられると。というところと、やはりこう生産技術に基づいた安全安心で丁寧に作られている。でもちろん甘く美しい、美味しいというのはもちろんあるんですけれども、こういったこのプロセスや自然とか産地も含めたこういうストーリーを伝えていくというところが重要。その結果、その食べてもらうことで価値が得られるというか、そういう体験も含めて満足できるというところがあるのかなというふうに思っているところです。ということで、こちらもよく申す、今日もやっていただけると思いますが、ターゲットの消費者像に関しては、弊社の場合は、単純に、例えばベトナムの若い女性を狙いますっていうのだと、なかなかこの舞台のイメージも湧いてきませんので、一応架空の人物ではあるんですが、このアッパーミドル層のヤングマザーのヒヨンさんっていう方を実際、実際には実在しないんですけど、どういう生活を送っていて、どういう食生活を送っていて、日本産品をどう思ってどう消費しているかっていう、この舞台のイメージをして、そこに、方に売っていくためにはどういう商品であるべきかというところを落とし込むことが大事ではないかというふうに考えて、いつもこういった消費者像を作っているところでございます。ということで、今コロナ禍でいろんな消費者のトレンドも変化していく中で、もちろん物によりますので、いろんな要素があると思いますが、最後に少しだけ最近、いろんな、後ほどの消費者の方からもコメントいただければと思いますが、弊社が見ている中で感じているところを数点、紹介させていただければと思います。まずやはり、日本に海外の方、日本の好きな方も多い中で、訪日体験ができないと、日本に来れないと。という中で、やっぱり現地で日本産品、日本を感じられるような、フレーバー、抹茶とか、柚子とか、そういったものでしたり、ご当地の商品というものを求める声は、輸出がだから伸びているというのもあると思うんですが、高まっているんじゃないか。あとやはりインスタントとかレトルト等の、パッと食べれる食品っていうのは、やっぱり海外の方、特に東アジア、香港とかシンガポールとか特に、家で調理をするっていう習慣は、コロナ禍でもあんまり根付いてるようには見えないので、やっぱり手軽に食べれる食品のニーズというものは引き続き強い。あとは食品の EC やテイクアウト、デリバリー、今日、東大学久世様等も、そういったところに販路を開拓されていると思いますが、中食含めた、その販路に対応していく。あとは健康需要やさっき申した体験価値っていうのは特に若者を中心に世界的に高まっているんじゃないか。そのインスタントにちょっと近いですが、レディートゥーイートやレディートゥークックのすぐ食べれるような日本食品っていうものへのニーズは引き継ぎ強い。中食でしたり、冷凍食品、半製品、ミールキットのようなものも一緒にチャレンジされている方が最近多くいらっしゃるのかなというふうに思っています。あとはこれはコロナ前後共通で、やはりジャパンブランド生かすとなると、ギフトとか自分へのご褒美の晴れの日でしたり、中国ですと企業の方が従業員の福利厚生としてまとめて買われる団体購買等々のちょっと付加価値の高いものを買っていただけるような場面用途で売っていくというところも大事じゃないかというふうに思っています。で最後は昨今の話題として、物自体もです、包材とかも含めた、やっぱりサステナブルな食品というものが、特に欧米中心にすごく関心が拡大しているなと感じてますので、こういったところを訴求していく部分も必要ではないかというふうに思っております。
まあ、こういった要素を踏まえて、ぜひ本日はこう皆様の食品を海外の方、どういう方にどういうポイントをしてこうストーリーとして売っていくかというところを考えていくじゃなくきっかけにできいただければと思いますので、どうぞ一日よろしくお願いします。私のプレゼンは以上とさせていただければと思います。